皆様こんにちは私はジャズピアニストと数学研究アウトリーチそして STEAM の教育の活動をしている中島幸子と申します。本日はですね農業とそして STEAM について少しお話をしたいと思います。まず STEAM についてお話をしていきたいんですけれどもそもそも私は全然農業ともともと関係ないんですけれどもなぜここにいるか。 でジャズと数学と農業って全然関係ないようですがそれでもやっぱりこうやって出会っていろんな好きなものこうワクワクするものを持っている人たちが出会ってそれを共有することでまた新しいものが生まれてきたりそこから人の輪が生まれたりということで21世紀というのはこういういろんな人たちが集まって地を掛け算することで面白いものが生まれてくる時代なのかなというふうに思っています。ということで最初はこの動画では私が考える2122世紀 ここんなな時代かなっていうことといいいうについてお話をしたいと思いますまず2122世紀ってどんな時代なんだろうということなんですけれども皆さんはどんな時代だと思いますかちょっと飛躍しているかもしれないんですけれども私はまずそのいろんな存在がこの世にはあってそれこそ宇宙も身近になりましたいろんな微生物のことも分かってきたそして AI という自分で考えることができる新しい機械というものも生まれてきている。地球上のいろんな人とも 今までだったら出会えなかったような人たちともつながることができる時代でいろんな存在が生きているということを改めてすごく実感する時代なのかなというふうに思っていますいきなりですが古代ギリシャ古代ローマ時代、えー、私はすごく面白い時代だと思っているんですけれどもただこの時代を支えていたのは実は奴隷制度でした奴隷制度があったことによって特権階級の人たちが自由に 余暇というのがスコレ今で言うスコラそしてスタディというものにつながってくるわけですけれどもこういう学びというものにつながりそれこそ数学が生まれたののはこの時代だというふうふに言われていいますいろんな人たちが哲学とか数学とかもう自由に考えてありとあらゆる芸術とか文化とか学問が生まれてきた時代となっています。 ただもちろんそれは、えー、奴隷の人たちの犠牲のもとに成り立っていたという時代ですね。でそして、えー、ルネサンス時代なんですけれども、えー、活版印刷ができるようになってこう大衆の人たちいろんな人たちがいろんな知識、えー、今までは出会えることができなかった知識にこう自分たちでアクセスすることができるようになりました。ということでここでもう一挙になんていうか民主化というか。 あのいろんな人たちが自分たちのこう気持ちを自由になるべく表現したい宗教改革もちょうど行われていた時代なので、まあ、人間性の回復ということで、まあ、自我が目覚め個人の自由というものを尊重するという時代になりましたで私は2122世紀というのはこういう時代にすごく似ているのかなと思っています。 ルネサンス時代というのはでも自然をこう人間の所有物として扱おうというような気持ちが強かったのでそこからいろんな自然人間が進歩しよう進歩しようとするあまり自然を破壊してしまったりいろんな環境をこう崩していってしまう原因にもなったのかなというふうに考えているんですけれども改めて2122世紀という時代かというとやはり1990年代からインターネットが普及してきまして。 えーえー、そうですねまだまだ Google とか、えー、が始まってから20年ぐらい YouTube とか Facebook が始まってから15年ぐらい、えー、それから今だと AI とかマシンラーニングとか ARVR いろんな言葉がわーっと出てきてますけれども何よりもこういろんな人たちが地にアクセスが簡単にできるようになっただけではなくて自分たちでこういろんな発信をしたりアプリとかでこ自分たちが思ったアイディアを 実現することがものすごく容易になってきている時代ですつまり本来人々一人一人の中に眠っていた豊かな創造性というものがわっと花開くそれを本当に具体的に実現することができやすくなった時代だというふうふに考えていますただ今までの経験を踏まえてですね、えー、いろんなものの犠牲のもとにだったりとか自然を破壊するっていうようなことを人間はしてきてしまったわけですけれどもここで改めて まあいろんな存在とどういうふうに共存していくのか AI という新しい存在とかそして改めて自然宇宙そしていろんな人たちとどういうふうに共存していくのかということが2122世紀では問われているのかなというふうに考えています、はい。ということで改めて世界はいろんな存在であふれているよと。で2122世紀の特徴をちょっと3つ挙げてみたいと思います。ま、えー、まずは先ほどもも申しし上げましたがが一一人一人のの潜在的な創造性というものが花開く 時代だと思っていますそして2つ目が最初にも申し上げましたがいろんな地と地いろんな人たちがこう全く違うような分野にいる人たちでもこう出会うことで地の掛け算が起こって新しい価値が生み出されるというのがすごく楽しい時代かなというふうに思っています。なので今までのいろんなこう教会みたいなものがこう崩されて定義が変わってきて、えー、こう教会を越えていろんな地の掛け算が起こる時代だと思っています。 そして、えー、これも先ほど申し上げました共共存共感の時代こここもすごく大事なことかなとかううで、えー、いろんなことが急激に可能になってきていてなので例えば「学びとは何か生きるとは何か」そういういろんな概念も再定義していく必要があるでその中でじゃあ学びって本当はどういうことだったのかな学校ってどういうところがいいのかなどういうふうな理由でこういう場所が作られたんだろう どういう場所だったら夢みたいな理想郷になるかなということを改めてみんなで考えていく必要があるのかなというふうに考えておりますはい、えー、もう少しちょっと試験を、えー、続けていきたいんですけれどもまあ、20世紀というのはどちらかというと画一的で、えー、一つの世界に対してものすごい深い研究がなされたジャズも、えー、20世紀に生まれた音楽です 数学の中でも20世紀にありとあらゆるいろんな分野が生まれてきてそこの中で面白い研究がたくさん出されてきましたただそれでも解けない問題とか、えー、これ以上この分野ではなかなかどうしようにもならないっていうようなことがもう数学音楽に限らずいろんな場所で起こってきています。でそののの中で21世紀の特徴というのは 従来のようにこう深く研究するとか深く何かを掘り下げていくということはやはり大事なんですけれども同時に今までだったら全然出会わなかった水平方向の違う点と点たちをつなげていくでそれも確率的にではなくてこうマニュアルがもう存在しない状態で答えがない状態で即興的にいろいろ 何が起こるだろうっていうふうにみんながみんな創造的になりながら失敗もいろいろ繰り返しながら新しいものを作り出していくそういう時代が21世紀かなというふうに思っています。ということで私は学ぶということとそれから働くということ生きるということこれが全部ほとんどニアリーイコールになる時代かなと思っておりましてそれがさらに未来をつくるということとも近くなってくる時代なのかなというふうに考えています。 インターネットウィキペディアフェイスブックユーチューブ、まあ、ありとあらゆるものが今激動の変化の中で生まれてきていますでそのポジティブな可能性とともに世界はまだまだ問題もあふれています SDG が国連によって今提唱されてますけれども世界にはそうですね飢餓とか貧困環境破壊とかいろんな問題がまだまだあふれています日本国内の中でもいろんな問題があります。 でその中で、えー、工業化社会とかいろいろこうな社会があったわけですけれども今超スマート社会ということでソサイティーといいうものが、えー、提唱されています、はい、その中で、えー、私たちが自然とか人間、えー、AI などの存在とどういうふうに向き合っていくのか改めて2122世紀、えー、まずはあなたも私もみんながみんな一人一人発明家でありアーティストである世界に価値を生み出せる存在なんだ。 でそういうことを感じさせるようなこれからの学びであってほしいというのが一つ目そして誰かとの出会いいろんな人たちの異なる知の掛け算がさらに新しい価値を生み出すというのが二つ目そして共存共感が大事な時代強さよりも弱さそういうものをちゃんと出していけるような環境思想というものを準備していくことが大事、まあ、その中で私は「八百万の神」という思想はすごく素敵だなと思ってるんですけどもどんなものもういろんなこう生きてないものたちにも 魂があるということを改めて思いながら、えー、じゃあこれからの時代どういうふうに作っていくのかということを考えていきそしていろんな概念の再定義再発明を行っていきたいなと思っていますその中でプレイフルスティームズとは何かについてお話をしたいと思います